そんなに勉強していたの？歴史サロンの間です。今回は二宮金次郎の一日ルーティンについて語っていきたいと思います。二宮金次郎といえば薪を背負って仕事を手伝いながら勉強していた。一日何時間勉強と仕事をしているのっていうくらいストイックな人ですよね。最近では歩きながら勉強している姿が歩きスマホを連想させるとして二宮金次郎の像が撤去されているというとんでもないとばっちりを受けている人物ですが、そんな学ぶことへの執念が凄まじい金ちゃんが一体どんな一日を過ごしていたのか気になりますよね。今回はそのルーティンを語っていきたいと思います。最後に彼の一日から現代の私たちが学べる教訓も話していくので、ぜひお楽しみください。二宮金次郎という人物、先に二宮金次郎という人物について説明しておくと、その後の話が分かりやすくなるので、ここで覚えちゃいましょう。金次郎は1787年に生まれます。実は金次郎って結構裕福な農家の生まれなんです。ですが川の氾濫で田んぼを失ったり、さらに父親が14歳の頃に、そして母親は16歳の頃に死んでしまうんですよ。そのため金次郎はおじさんに預けられます。おじさんの家で金次郎は夜に明かりを灯して本を読んでいたんです。するとそのおじさんがこう言うんです。誰のおかげで飯を食えると思ってんだ、油の無駄だ。こうやってブチ切れられます。当時は油も貴重だったから明かりは贅沢だったんです。すると金次郎どうしたのかというと、空き地に菜種を植えるんです。そんなのどうするのかと思いきや、なんとできた菜種を油と交換したんですよ。つまり菜種油です。金次郎の言い分としては、油は自分で手に入れたものだからこれで何も言われない、そうやって思ったんです。偉すぎますよね。そしてその油で明かりを灯して本を読むんですけど、またおじさんが切れてくるんです。いいか、お前の時間は俺のもんだ、百姓に学問はいらねえんだよ。超理不尽ですよね。でも金次郎は諦めません。そこで金次郎が始めたのが、薪を背負って歩きながら本を読むという方法だったんです。これなら仕事しながら勉強できますよね。もうこの時点で金次郎がすげえやつってのが分かったかと思います。少年時代の二宮金次郎。金次郎は裕福な家庭で生まれましたが、14歳の時父親が亡くなってからは自分が稼がなければいけないので働いていました。そんな金次郎の一日ルーティンはこんな感じです。朝の4時くらいには山へ薪を拾いに行きます。そして8時くらいには戻り、その薪や自分で作った草履を売りに行くんです。めちゃくちゃ大変ですよね。ちなみに食事も当然仕事をしながら済ませます。そして家に戻るのは夕方ですが、金次郎の仕事はまだ終わりません。そこから草履作りが始まります。草履は一足作るのに4時間とかかかるそうで、夜の9時まで草履を作っていました。そこから朝4時まで寝て、その繰り返しという生活だったんです。もうブラック企業とかそういった問題じゃないですよね。どう考えても勉強する時間がありません。そりゃ薪を運びながら勉強もするわけですよね。青年期の金次郎の一日、次に青年期の金次郎を見ていきましょう。最初に言ったように金次郎は16歳の時に母親も亡くしていて、もうギャーギャー口出してくるおじさんだけが親代わりだったんです。勉強する時間がない金次郎は、朝4時起きが当たり前だったこの時代に朝3時ぐらいには起きていたと思われます。もしおじと同じ4時起きだと本が読めませんからね。そして1時間ほど本を読んで、おじが起きるとそれをやめて朝食をとり、6時には仕事が始まります。金次郎はこの頃も薪を売ったり、あるいはわらじを作って売ったりしていました。これめちゃくちゃ大変なんですよ。薪ってその辺の木の枝じゃ燃料にならないんで、そこそこしっかりとしたものじゃないとダメなんです。だから場合によっては材木を斧で切らないといけません。わらじも一足作るだけでもかなりの時間がかかります。そして稼いだお金はおじの懐へ、というわけではなく家のお金になります。言ってみれば世帯収入です。そのため金次郎には自由に使えるお金というのはほとんどありませんでした。さらにおじの田畑で農作業もあります。そして金次郎はその合間に用水路で余った稲を育てていました。朝6時には薪集めを、そして9時ぐらいから農作業、12時前に昼食をとって、夕方4時ぐらいにやっと農作業が終わり、そこから次はわらじ作りをして、仕事が終わるのは夜9時ぐらい。しかもこのハードな仕事をこなしながら本を読んで勉強までしているんです。だいたいこれ1日14時間とか働いていたんです。私たちが普段10時間働いて、うわ今日2時間も残業したよとかのレベルじゃないですよね。毎日6時間残業というか、それが当たり前の生活だと考えると過酷すぎます。当時の農民と学問の関係とは。二宮金次郎のおじは金次郎が本を読むことをやたらと嫌がりました。確かになんか農家の人って農民に学なんて必要ないんだよって考えてそうっていうイメージありますよね。ですが農家は学問大事です。どの時期にどれだけの肥料を与えればいいか、水やりのタイミング、天候の変化、この時期に収穫するとこのくらいの量だけど、
もう少し先に収穫した時は収穫量が多かったみたいだ、というように長年のデータを見て判断する統計みたいなことまでやります。だから本来農家は学問と近い場所にあるんです。さらに二宮金次郎の時代では農家たちの間で和算は当たり前のように行われていました。和算ができることによって収穫量や税の割合を計算したりしていたんです。ではなぜ金次郎のおじはここまで目くじらを立てていたのかというと、金次郎が読んでいた本は思想書だったんです。もちろん金次郎も和算はたしなんでいました。ですがおじは実益にならない思想、そういった本を読んでいることに腹を立てていたんです。つまりそんなもん学んだところで農業の役に立たないだろうが、という意味で金次郎に対して責め立てていたんです。おじの言い方もわからないわけではないですが、やっぱり金次郎かわいそうですよね。家の復興、おじの家を出た金次郎は家の復興に乗り出します。先ほど用水路で稲を育てていたって言ったじゃないですか。金次郎は育てた稲から収穫した米を使ってさらに稲を育てるといったことをしていたんです。その結果収穫量はなんと20俵にまで膨れ上がったんです。これだいたい 1.2 トンです。まさに塵も積もれば山となるですよね。水害で荒れた土地とは言っても自分の土地は持っていました。ですのでこの稲を利用して収穫を増やして利益を上げていきます。そしてついに元の裕福な状態にまで復興することに成功します。この頃の彼のルーティンはまさに農家のそれです。朝4時に起床し朝食をとります。そして田んぼに行き稲の育ち具合を見ます。ここからが大変。今なら稲が死なない程度の除草剤を撒いたりするんですが、当時は手で抜かなければなりません。ひたすら雑草を抜いて終わるのは早くても昼過ぎの3時ぐらいです。除草剤を使ってもこれ 2,3 時間はかかるのに、それなしで手作業となるとそれ以上の時間がかかることが予想されます。そしてヘトヘトになりながら夕食をとり夜8時には床に着きます。金次郎の噂が広まる。ここからさらに金次郎の人生というのは大きく変わっていきます。家を復興させた金次郎の噂が親族の間でも話題になって、さらにその噂が人々の間に広まっていくんですよ。するとうちの村も復興させてほしいという依頼や、我が城の財政を再建してくれないかといった依頼が舞い込むようになってきます。金次郎はずっと勉強しながら学んだことを農業で実践して成功した人物ということは結構有名なんですけど、実は今でいうところの財政のアドバイザーや再生コンサルタントの仕事をして多くの人々を救ったという話はあまり知られていません。コンサルとかアドバイザーってその人物の実績がめちゃくちゃ重要ですから、金次郎にはぴったりの仕事だったんです。家の復興でようやく楽な生活になると思われましたが、実はここからまためちゃくちゃ忙しくなります。復興のプロ、二宮尊徳。二宮金次郎は尊徳と名を改めます。そして様々な依頼をこなしていくのですが、めちゃくちゃ大変だったのが桜町の復興事業です。この桜町は今の栃木県真岡市にあります。毎朝4時に起きて仕事をしていたという話もあるんですけど、こういうエピソードがあるんです。桜町にはめちゃくちゃ早起きで有名なおばあさんがいたんです。そのおばあさんが起きておしっこをしようと庭に出たんです。するとそこに尊徳が通りかかって、おばあさん早起きですね、こうやってめちゃくちゃ褒めて、さらに褒美まであげちゃうんですよ。いやいやばあさん便所でしろやって突っ込みたくなりますよね。起きただけで褒美をもらえたそのおばあさんは近所の家を起こしに回るようになって、みんな早起きになっちゃうんです。ここで注目したいのは、早起きばあさんより尊徳は早起きだったという点です。当時特に農民は朝4時が当たり前だったんです。ですので早起きのおばあさんはそれよりも早く起きていないと早起きであることが成立しないので、だいたい3時には起きていたということになります。じゃあそんなおばあさんより早起きの尊徳はさらに早いんでしょうね。そんな尊徳の一日はこんな感じです。尊徳の一日ルーティン、朝というか夜中の2時ぐらいには起床します。そして身支度をしてだいたい3時ぐらいに桜町を見回ります。町一帯を見回るとなるとやはり 2,3 時間はかかります。そして6時には見回りを終えて何をしていくべきか決めていくんです。例えば開墾している人へのアドバイスや、頑張っている人を見つけて褒めてあげたり、モチベーションを上げたり、なんと壊れた便所の修繕までしていたそうです。こういったことをだいたいお昼2時ぐらいまでします。その後は人々の相談を聞いたりして翌日の予定を考えていくんです。そして夕方5時には夕食をとり、夜7時には就寝します。起きるの夜中2時ぐらいですからね。凄まじい生活ですよね。二宮金次郎の一日から学べる教訓、金次郎の一日を見ていくと、特に青年期を調べて思ったのが、人間はいつでも勉強できるという点です。金次郎は仕事の合間に勉強をしていましたが、私たちもネットを通じていつでも勉強することができます。そこで最近知ったおすすめのチャンネルがあって、学識サロンというチャンネルなんですが、
ていますか？このチャンネルならビジネス書が目で見ても学べますし、通勤中に耳で聞くだけでも学べちゃう。しかも10分程度で短時間にまとまっていて、ほんと便利なチャンネルなんでおすすめです。とまあ、わざとらしい宣伝はここまでにして、私たちは隙間時間が1日1時間9分もあると言われています。待ち合わせの合間とか、仕事と仕事の間とか、ふと発生する無駄な時間ってありますよね。これをですね、有効活用しましょう。仕事のメールを返す時間にするでもいいですし、YouTube や Audible など耳で聞いて勉強する時間にする。この毎日の1時間9分を積み上げることで、あなたのライバルよりも何歩もリードできるようになります。たった1時間、その1時間が勝敗を分けるんです。大事にしましょう。歴史好きが見たらドーパミンが溢れるような歴史グッズが揃っている戦国玉さん、私が一押しの歴史グッズが揃っていておすすめなんでリンク貼ってあります。興味がある人はぜひポチってみてください。今日の名言、どんなにお金を失っても知識という財産だけは誰にも奪われることはないんです。さらば。